ノルウェージャンスピリットノルウェージャンスピリットはアメリカのフロリダ州マイアミに本社を置くノルウェージャイクルーズラインが運行するクルーズ客船。スタークルーズの発注によりドイツのマイヤーベルフトで建造されスーパースターレオーとして1998年に就航したアジア発の巨大クルーズ客船でシンガポールを拠点にマレーシアと 太陽国へ3日間から6日間のクルーズで運行された。1999年9月10日、2番線として建造されたスーパースターバーゴがシンガポールに廃線されたため、本線は香港に拠点を移して、中国の海南島、ベトナム沿岸の南シナ海などを目的地とした2日間から5日間のクルーズで運行された。2003年、 重症急性呼吸器症候群の影響により一時的に拠点をオーストラリアに移して運行されたが、そして流行の収束後は香港に戻った。2004年、ノルウェージアイクルーズラインはロイド・ベルフトで偽装中だったプライド・オブ・アメリカが完成直前に暴風により浸水事故を起こしたため、本船を大船として購入した。約2週間で、 改修工事が行われた後、ノルウェージャンスピリットとして就航した。その後、プライド・オブ・アメリカは約1年遅れの2005年6月に就航している。その後、ヨーロッパを拠点に、冬と春はカナリア諸島への10日間のクルーズ、夏と秋は地中海をめぐる13日間のクルーズで運航されている。2005年にジュノーで2007年に ニューヨークで、それぞれ不当に衝突し、軽微な損傷が生じたが修理されている。2008年5月25日、東部カリブ海で8日間のクルーズを終え、ニューヨークへ帰港した際に、90番不当に接触、駐車場の支柱と選手が損傷した。2006年1月、トルトラ島沖で巨大派に遭遇した。2011年3月、 メキシコでの不当への衝突と戦場で死亡者が発生したトラブルにより、クルーズが約12時間遅れで運行された。ありがとうございます。